はみなさんこんにちは、ひでです。もえみんです。ズームタンです。はい、では今日はずっとリクエストをいただいていた英語教材についてお話ししたいと思います。英語教材、まあ、4つですね。こちらがベネッセのワールドワイドキッズ、こちらがディズニー英語システムで、こちらが子供チャレンジイングリッシュで、こちらが未来子イングリッシュね。この4つについてお話ししていきます。まあ、まず始めようって思ったきっかけなんですけれども、インスタの広告でこのワールドワイドキッズのお試し DVD を取り寄せたんですよ。この DVD を見せたらすごいつむたが食いついて見てたので、英語の勉強にもなるし、あとこの DVD にすごい集中してくれれば他の家事もはかどるしって思ってこれを見せることにしました。あといろいろ調べていたら、この未来子イングリッシュっていうのを知って、未来子イングリッシュのこのお試し DVD も取り寄せてみました。まあ、それぞれ本当に特徴があって、まあ、価格帯も様々だしっていうので、まあ、つむたんが結局一番食いついて見てくれるものにしたいなって思っていたので、私たちがこの4つを比べてみてどうだったのかなっていうところをこれから紹介していきます。ではまず値段で比較してみます。値段で比較するとこんな感じです。やっぱり一番高いのがディズニー英語システムで、まあいろいろコースとかあるのでこの値段しかないっていうことじゃないんですけど、まあ、全部購入するとこういう感じの値段になります。ディズニー英語システムが81万8000円、その次2位がベネッセのワールドワイドキッズ25万2000円、その次が子供チャレンジイングリッシュが16万5655円。子供チャレンジの場合はここまで一括払いっていうのができなくって、子供チャレンジプチとかホップステップジャンプってあるんですけど、まあ、それぞれ結局最初から最後まで全部買った時にこの値段になるっていうことなんですけど、で、まあ、一番安いのは未来子イングリッシュで53,333円。やっぱ未来子だけ楽団に安いんですけど、まあ、これはなぜかっていうと、未来子は DVD と CD だけなので、やつのようにおもちゃとか絵本とかイベントとか特にないので値段の差が出ているっていう感じです。やっぱ値段は大事だと思うんですけど、ベネッセのワールドワイドキッズと子供チャレンジの方は途中大会ができる、途中大会ができるというか、まあ、分割で1コースずつ変えるので、まあ、実質途中大会ができるっていう感じなんですけど、あとディズニーのやつは月額を払わないといけないので、またさらにお金がかかってくるっていう面ではすごい高いなって思います。はい、では次、教材の内容なんですけれども、まあ、それぞれこんな感じになってます。やっぱそれぞれ見ていくと、未来子イングリッシュだと DVD と CD だけなんですけれども、やっぱディズニーの英語システムだとおもちゃがすごいたくさん、セット内容がすごいたくさんあって、まあ、絵本とか、あとおもちゃとか音が鳴るペンとかポスターとかもいろいろあります。ワールドワイドキッズだと絵本、おもちゃ、ペンでタッチするやつとかあるので、まあ、おもちゃが欲しいかどうかっていうところかなっていうのも思います。未来子イングリッシュが DVD とかなので、まあ、おもちゃが増えるのが嫌だっていう人とかにはすごいいいかなって思います。で、おもちゃに関してなんですけど、この子供チャレンジイングリッシュは子供チャレンジやってる方だと分かると思うんですけど、おもちゃのクオリティがすごい、なんだろう、子供向け英語教材っていうようなものじゃなくて、おもちゃっていう感じで来るので、遊びながら英語が学べるようなおもちゃが届きます。まあ、そういうのがすごい子供に合いそうでいいかなって思います。で、あとフォニックスがあるかどうかなんですけれども、ワールドワイドキッズと未来子イングリッシュにはフォニックスが入ってます。フォニックスっていうのは英語の発音なんですけれども、まあ A は A って発音したりとか B は B って発音するとか、そういうやつのことフォニックスって言うんですけど、ディズニーのやつに関してはフォニックスがなくって、まあ英語の発音とかを大事にする方だったらやっぱフォニックスはあった方がいいのかなって私的には思います。で、まあ、つむたんの食いつきはどうだったかってことなんですけど、つむたんの食いつきランキングはこんな感じです。このお試し DVD だけを見せた感想なんですけど、それぞれいろんな特徴があるので、いろんなシーンがあるんですよ。アニメがあったりとか実写があったりとか、
なのでこのシーンは食いつくけどこのシーンは食いつかないとか、まあ、様々なんですけれども、一番食いついたのはワールドワイドキッズで、やっぱディズニーもキャラクターがすっごい出てくる、ディズニーも食いつきがよくって、一番食いつきがなかったのはこのしまじろう、子供チャレンジイングリッシュなんですけど、もうちょっと大きくなった子たち、1歳とか2歳の子たちが好きなんじゃないかなっていう感じがします。はい、ではそれぞれの教材の特徴を話していきます。まずこちらディズニー英語システムなんですけれども、やっぱりディズニーキャラクターが出てくるっていうのが大きいかなって思います。なのでディズニーのディズニーキャラクターが好きな子供とか、まあ、親がディズニー好きだったらこれ流してるだけで親も楽しいしというところがいいかなって思います。でもまあディズニーキャラクターが紹介してくれるっていうシーンはあんまりなくって、まあ、ミニーちゃんが ABC ソング歌ったりっていうのはあるんですけど、他のラプンツェルとかのシーンは映画ラプンツェルのシーンを切り取ってる感じなので、まあ、映画のワンシーンが見れるような感じになってます。あとペンでタッチすると喋る絵本とかおもちゃとか、冊子だけじゃなくて絵本もポスターも全部喋るようになってるので、それがすごいクオリティ高いなって思います。歌で英語を学びましょうっていうような方針なので、他の教材だと日常会話のシーンとか割と多いんですけど、そういう会話っていうよりもほぼ歌で、あとまあなんといっても高い理由なのかもしれないんですけど、アウトプットの機会がすっごく多いです。宿泊イベントとかお出かけイベントとか、ネイティブの先生とオンラインで電話したりとか、英語の教室だったりとかっていうので、すごいアウトプットの機会があるので、英語喋るにはやっぱアウトプットが必要って言うじゃないですか。そういう意味ですごいいいのかなって思います。で、あと対象年齢が12歳までなんですね。なので他の教材だと4歳までとかなんですけど、0歳から始めたとしたら12年分の英語を学べるんだとしたら、まあこのお値段出しても、まあ、ちょっと納得なのかなって思います。で、まあ、こちらの良くない点としては、まあ、やっぱ一番に高い、圧倒的に高いっていうところですね。で、あと月額があるっていう面、まあ、やっぱりそれも値段になるんですけど高いなって思います。で、あとフォニックスがないっていうところですね。私はフォニックスやった方がいいんじゃないかなって思ってるので、あ、フォニックスないんだって思いました。はい、まあディズニー英語システムはそんな感じです。じゃあ次こちら、未来子イングリッシュです。こちらのいい点は、まあ、やっぱりなんといっても安い、すっごい安いですよね。最初に始めやすい教材かなって思います。で、あと、まあ、こちらの特徴としては文法がすごい学べるようになってます。なので小学校の英語の授業、中学校の英語の授業とか最初でつまずかないような感じがします。学校の授業のような感じの内容になってます。でもその授業みたいに堅苦しくなくて、アニメで紹介してたりとか、会話で紹介してたりとか、まあ、楽しみながら文法も学べるような感じの内容になってます。で、まあ、あとフォニックスがあるっていうのもいい点かなって思います。で、あとこちらが NHK の英語番組を監修してる講師の先生が作ってる教材なので、学校の英語の授業でつまずかないような感じの内容になってて、クオリティが高いなって思います。で、まあ、良くない点としては、まあ、やっぱDVD と CD だけなのでおもちゃがないっていうところですね。まあ、そこがいいところであり良くないところでありっていう感じですね。で、あと実写がないんですよ。実際の外人の方が喋ってるところシーンがないので、まあ、アニメを見てる感じの教材になってます。なので私は実写があった方がいいんじゃないかなって思うので、アニメしかないのもちょっととちょっと思いました。でも今のこの0歳ぐらいの赤ちゃんだと、このアニメの映像の方が目を引かれるみたいで、すごいつむたは食いついて見てくれます。未来子はこんな感じです。はい、では次こちら、子供チャレンジイングリッシュです。子供チャレンジ、プチ、ホップ、ステップって分かれてるので、まあ、それぞれ途中大会ができるというか、途中で、まあ、やめることができる。チャレンジベビーをやってる方だったらすごいおもちゃのクオリティとか分かると思うんですけど、まあ、おもちゃ一つ一つが子供にヒットするようなおもちゃが多いので、遊びながら英語学んでくれるっていうのはすごいいいかなって思います。あとやっぱり子供が大好きなしまじろうがいるっていうのも強いかなって思ってます。で、あとこちらの DVD を見たらほぼ全部
実写のような感じでした。まあ、ちょっとアニメ、島次郎のアニメもあったんですけど、実写が多くて、一緒にダンスをしようとか一緒に歌おうとかそういう感じだったので、0歳のつむたんにはあんまりヒットせず、なんか途中で飽きて泣いちゃいました。はい、なのでまあ良くない点としては、その実写が0歳のつむたんにはあんまりだったかなって感じなので、まあ1歳とか2歳とかになってからまた見せてみようかなって思ってます。はい、では最後こちらワールドワイドキッズです。こちらもベネッセから出てる、これよりもレベルが高いものになってます。トモチャレンジイングリッシュの方は本当に一緒に遊ぼうっていう感じなんだけど、こっちはしっかりと英語を学べるような感じになってます。もちろんオールイングリッシュだし、日常会話をベースにしたような感じになってます。なので誕生日とかパパママの紹介をしてたりとか、あと海外の子供の生活を覗き見できるような映像があったり、工場のシーンとかを英語のナレーターの方が紹介したりとか、すごいネイティブな英語を感じ取れるような感じの内容になってます。で、語彙数がすごい一番多いらしくて、6000語学べるようになってます。ディズニーとかよりも圧倒的に多いらしいです。中学で学ぶのが1200語くらいらしくて、なのでそれよりもたくさんの語彙を学べるっていうのはすごいいいかなって思います。で、あと使ってる曲がディズニーだとほぼオリジナルなんですけど、世界的に有名な歌、日本語の大きな栗の木の下でとかを英語の歌でやってたりとかして、親も馴染みのある曲が多いので、親と一緒に歌って学べるかなって思います。で、あとこちらが輸入絵本をもらえるっていうのはすごいいいかなって思ってます。あのオリジナル絵本ももちろんあるんですけど、海外の輸入絵本も届くので、そういうクオリティの高い絵本を読み聞かせできるし、そこはすごいいいかなって思ってます。で、あとアウトプットもしっかりあって、月額を払わないといけないんですけど、海外のネイティブの先生とお話ししたりとか、オンライン授業をしたりとかもできます。で、まあ、こちらの良くない点があんまり思いつかないんですけど、まあやっぱ値段が高いっていうことですかね。まあ、ディズニーほど高くはないんですけど、まあ、やっぱ高額なので手は出しにくいかなとは思います。ではこの4つを今日は紹介しました。まあ、つむたんが一番食いついたのはこのワールドワイドキッズで、やっぱ内容としても、あ、フォニックスもあるんですよ。フォニックスもまた別でフォニックス DVD っていうのがあって、そっちもクオリティがすっごい高くて楽しんで見れるので、我が家が選んだのはこちらのワールドワイドキッズを選びました。はい、まあ多分人それぞれっていうか、その赤ちゃんそれぞれに何が好きとかっていうのはいろいろあると思うので、とりあえずこういうサンプルはタダでいただけるので、お願いしてみて家で全部見せてみて、何が一番自分の子に合ってるのかっていうのを見た上で検討してみるっていうのがいいのかなと思いました。まあ、安くない買い物なので、まあ、じっくり検討して、決めていくのがいいかなと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次回も見てください。バイバーイ。バイバーイ。